山崎浩子さんは体操選手やタレントとして人気を集めました。一方、プライベートでは宗教に関連した結婚も大きな話題になっていたそうです。今回は山崎さんの現在や結婚、子供や新体操教室などについて見ていきましょう。山崎浩子のプロフィール、本名、山崎浩子、身長、154cm、出身地、鹿児島県指宿市、生年月日、1960年1月3日。主なタイトル、全日本選手権、個人総合、優勝、1980-84。目次、現在の山崎浩子は新体操団体の監督として奮闘。勅使河原秀行との結婚や子供について、山崎浩子の新体操教室はどうなった？現在の山崎浩子は新体操団体の監督として奮闘。まずは山崎浩子さんの2021年現在について見ていきましょう。山崎さんは2004年に日本体操協会新体操の強化本部長に就任し、従来に比べて強化合宿を増やして連帯感やコミュニケーションを深めるなど精神面の強化を推進。また、指導も各クラブチームに委任していたのを協会主導に改め、全国から集めた若い才能を充実した環境下で選抜、強化するなど英才教育にも取り組んでいます。2007年に命名されたフェアリージャパンという愛称も広まり、2019年9月にアゼルバイジャンで開催された世界選手権団体総合で銀メダルを獲得しました。その勢いそのままに東京オリンピックに挑みましたが、団体総合決勝で8位に終わっています。新体操界の悲願であるオリンピックでのメダル獲得は叶わず、山崎さんは大会終了直後に強化本部長、監督の退任を表明するなど身辺が騒がしくなっていました。もっとも、同職の任期は東京オリンピックまでと決まっていたそうですが、2021年10月に北九州市で開催される2021世界体操が終わるまでは留任するそうです。これは東京オリンピックが1年延期したことで世界体操と同じ年の開催となり、退任に伴う新体制に移行する時間が足らないという事情がありました。新体操の日程は10月27日から31日までなので、大会終了後に退任することが想定されています。退任後について山崎さんは特に言及していませんが、約17年にわたった指導者生活の疲れを落とすために少しのんびりして過ごすのかもしれませんね。土壇場で再任という可能性も否定はできませんが、判明している情報をまとめると、2021年10月末までは新体操日本代表の監督ということになります。勅使河原秀行との結婚や子供について、次は良くも悪くも有名になった山崎浩子さんと勅使河原秀行さんの関係を見ていきます。二人の関係がこうになったのは1992年のことで、世界基督教統一神霊協会、現世界平和統一家庭連合から合同結婚式に出席することが報じられて大きな話題になりました。ちなみに、勅使河原秀行さんの読み方は、勅使河原秀行と言い、テレビや雑誌などで使われた、テッシーの愛称で世間にも親しまれるなど一躍時の人になったのです。勅使河原さんは京都大学出身で大和証券勤務という超エリートでしたが、山崎さんの家族や親族が結婚に反対していたこともあって結婚を目前に破局という急展開を迎えました。騒動の中で勅使河原さんは、彼女はすでに妊娠しているかも、と発言をしていましたが、そのような事実は確認されていないので山崎さんとの間に子供は授かっていません。もっとも、統一教会では結婚相手だけではなく初夜の過ごし方も決められているとの噂もあることから、離婚の段階で性交渉をしている可能性はありえないと言われています。
山崎さんは騒動後の1993年4月21日に記者会見を開き、統一教会から脱会したことを表明。一方の勅使河原さんが騒動後にどうなったのか気になったので調べると、山崎さんの脱会に協力したジャーナリスト、現参議院議員の有田芳生さんがツイッターで触れていました。勅使河原さんは統一教会に残って人事部長に出世していることを紹介していますが、当時勤めていた大和証券を辞めたのかどうかは明らかになっていません。また、勅使河原さんは統一教会の YouTube 動画にも出演しており、2018年4月に公開された動画の中では、講師という肩書きで紹介されていることが確認できました。動画の内容は難しいので割愛しますが、さすがは兄弟卒といったところでしょうか。二人の進む道が別々になったことも一種の試練といえば試練なのかもしれませんね。山崎ひろ子の新体操教室はどうなった？最後に山崎ひろ子さんが解説した新体操教室について見ておきましょう。山崎さんは現役引退後に大学時代からの友人と新体操教室を開設し、1988年4月には体育館を所有する一般企業との共同経営という形で子ども向けの新体操スクールを開校していました。しかし、宗教団体に入信したことでスクールの指導を離れ、脱会をした際に生徒や保護者、スタッフから復帰を大歓迎されましたが断って退職をしています。その後も復帰をしたという情報がないので何とも言えませんが、そもそもスクールの名称や場所なども判明していないので近況について調査することはできませんでした。ただ、山崎さんは2021年10月末で新体操日本代表の監督を退任のため、自身が関与した新体操スクールが残っているならば復帰する可能性も考えられます。かなり昔の話で情報も少ないことから推定の結論となってしまいましたが、新しい動きがあればメディアが報じるはずなので、今後も山崎さんの動向に注目していきましょう。